皆さん、こんにちは。僕、善です、えー。年賀状の第2弾でございます。今日は皆さんと一緒に赤べこを描きたいなと思っています。えー、皆さんご存知かと思うんですが、福島県の会津地方の民芸品、郷土玩具ですね。首をね、こうは振るような、えー、仕草がとってもかわいい、えー、赤べこをですね、年賀状にしていきたいと思っています。はい、では 今日もですね、お筆はつけた手筆、はい。で、えっ、ー、と、お色はいつものですね、木液の、えー、河川、清木ですで。これをパレットに取りました。はい。で、えっ、ー、と、お色はですね、これ鉄鉢って言うんですけど、丸い陶器にね、入ってるんですが、この、えー、吉祥さんの赤根、えー、のお色、シュッですね。こちらのお色を使っていきます。 で、えー、と紙はねいつもといつも登場するあのー、マシです、はい。ツルツルの方に描きますよ。ザラザラが裏側になります。はいでは始めますね。えっ、ー、と赤べこさんね、ググってもらうとあのー、写真とか画像出てくると思うんですけれどもかわいいですよね。で、えー、と最後にね、目を描くっていう。 流れにいつもはなるんですが、今日はちょっと初めにね。目を描いちゃいます。ここがお顔になります。よっていう印にもしたいので、そうするとね。書きやすいと思うんですよね。はいでえっと顔彩の使い方なんですが、今ねお水でお筆洗いました。で、鉄鉢の中にね。もうそのまんまこうね。入れて溶かしてもらって大丈夫です。はいで。えー お筆の中、今ね、つけたばっかりなので、ここでね、ちょっとあのなじませていきましょうね。はいで、えっと、赤べこさん、お花がね、こう、前に、ちょっと前方に突き出してありますので、ちょっとここはじめ、印というか書いておきます。で、えっと、これ、耳なのかな、角なのかな、ごめんなさい、あの、無知で。 こんな感じでね、三角状のものが出てますね。はい。で、えっ、ー、と、あと、ちょっとポイントですが、赤べこさん、目の周りが白い部分があるので、ここをね、えっ、ー、と、種で塗りつぶしてしまわないように、あらかじめこうね、<laughs> なんかあの、 マスク目だけ見えるマスクみたいですがこんな感じでここ塗っちゃダメよっていう感じで作っときます。であとここもねえっとこれは模様ただの模様なのかなそれともあの角を表してるのかなこういう白でねこの部分もあの白抜きにしたいですね。はい、あの基本的に木禅流としましてあの白は白は 色として使わない紙の色をあのこう抜いて紙の字の色をね活かすっていう書き方をあの私は好んでしてるので、でそれでですねこういう形で白抜きしますよ。あとはこんな感じであの塗りつぶしていきます。まあ、塗りつぶす時もベタ塗りというよりもこう水墨画のあの墨彩画のねいい このかすれだったり、にじみだったりを活かしながらやっていきます。いい感じですね。はいで首の方描いちゃいますよ。ここからね。あのゆ揺れますもんね。はい、できました。お顔、うん、で次体いきますね。体もねえっ、ー、と背中に3本か4本ぐらい。なんかあのこう線が。 入っていていいこここがね白白抜きしたいところですねで足がねちょっと短くて可愛いんですよね。こうあのブリッジ状に描いておいてでえっと実はねお腹のところにもこう丸くね白抜きして黒い模様があるのでそこのところをちょっとここで塗らないように。 ままたたさっっききみたいに作っておきます、はい、であとは後ろの足もアーチ状に書いてちょっと短く書くとねかわいいのでうんであとねこんな感じで塗りつぶしちゃいましょう。で、えっと、この印のところが乾いちゃうとこの 丸を描いたのが丸分かりになっちゃうのでなるべくね濡れてる間早いうちにこう描いていくっていうのがポイントですねそうすると線が馴染んでねあの印作ったのが目立たないあ私ここ塗りつぶしちゃった、まあ、これも味味が出ますねフフ <laughs> 勝手に味に味ししちゃうよしこんな感じかな足ちょっとなんか <laughs> 開いてるからとちょっと閉じましょうかうーんこうかなこんな感じかな ない,いんじゃないね。いいですね。はい、ここまで描けたら今度はお筆を隅に変えます。はいで、えっと。耳のところの上に黒いお色。先端だけね。ちょっとね。雑に描く方が綺麗かもしれないで、お花に。 花の穴を可愛く描いてでねとそうそうこの背中のところの模様も黒い丸でこの丸のね周囲が白くなってるのでそこをそのままね こっちの方がねちょっと丸が大大ききいのかなちょっと大きめにねいきますちょっと手先がねうまく使えない方はねあの手がゆらゆらしちゃうのでこんな感じでね支えてもらったり小指をねこう置いて支えたりすると結構ねバランスがよく安定するのでやってみてください。 んなな感じかな、うん、いい感じいい感じ。はいで、えっと、このあ、えっと頭かな髪の毛みたいにねこうついてるのがあってこれがまたかわいい。ねこんな感じかなちょっと毛先尖らした方がいいのかな可愛い、ね <laughs> はいで、えっと。 であとねちょっとあのお花のところをと輪郭のところちょっと影入れて立体的にしたいので墨をちょっとねあの種と混ぜて黒目の渋い種をね作っちゃいます、うん。茶色っぽくなりました。これを お花のところの立体感とあとここのお顔のところの立体感あ忘れてた首のところあのね首輪みたいにここがね黒くなってるのねちょっと待ってね濡れてるとね墨入れるとあの広がっちゃうのでちょっと乾いてからの方がいいかもしれないんですがちょっとティッシュで押さえときますね。 ちなみにここもちょっと滲んできてるので押さえておきます。結構ね、滲んでますよ、ね。はい、じゃ行きますよ。最後のところ毛先に墨つけて一番濃いやつね。で、この首のところぐるーっと回しちゃう。こんな感じにね。うんお。できた。できた。結構よくできました。で見てもらうとわかるんだけど、すごく滲んできます。このね。滲みがまた美しいんだけど、あまりにじみすぎるとね。 壁子さんの首が。ちょっと。すっきり見えなくなっちゃうので。取っときます。はい。ね、そうするとこんな感じで。いい感じでいきましたね。で、合わせちゃいけないのがお花。お花のところ。色を。入れておきます。 よしオッケーはいできました。赤べこの完成でーす。可愛いかな？はい、こんな感じでですねえー。書いていただけると赤べこできます。ちょっとここ。整えときますね。はい、どうでしょうかえー。ちょっと赤顔彩をね。 赤じゃなかった朱のお色ね、えー、使うの,あのこんなにたっぷり使うのは今まで登場したことがなかったと思うのであの墨とはまたね違うのでね難しかったかとは思うんですがあのポイントなどをね、えー、動画何度か見直したりとかしながら、えー、ゆっくり研究して、えー、よかったら真似していただければと思います。 赤べこね、えー、この後また、あのー、はがきの方に書く後編を、えー、動画撮りたいと思いますので、また見ていただければ、えー、嬉しいです。はい。では、えー、赤べこの年賀状作り前編、えー、これにて終了させていただきます。えー、っとですね。 ツイッターとかインスででもですね、えー、私松木牧瀬の活動とか日々の,あのくだらないつぶやきとかしてますんでよかったらあの見ていただければと思います。そして前回もお知らせしましたが、えー、こういった赤べこさんとかね、えー、前の牛さんの年賀状とかを作る ことを目的にしているえー、練馬基礎教室というのを水墨画の教室させていただいてます、えー、第4水曜日、えー、夜の、えー、19時から1時間半ほどえー、練馬区の駅から近くなんですけれども、えー、私のお教室基礎教室をやっておりますので、あのもしよかったらね。詳しくもうちょっと知りたいな。もうちょっとあの。年賀状ね、えー、深くこう書いていきたいな。あの、ちょっと。 コツが分かんなかったなと思われるときにはね、そちらの方もあのご参加検討していただけるとあのとっても嬉しいです。はい、ではあの気に入っていただけましたらあのチャンネル登録そしてあのいいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、では、えー、長い時間ね見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。松木牧前でした。